はいどうもナナです。今回はね、5日の夜っていうゲームやっていこうかなって思います。このゲームね、この後ろに映ってるシルエットの女の子が竜族なのかな、竜族の女の子らしくて、この子が死刑囚らしいんだよね。で、5日間あって、その中でこの女の子が、まあ俺だね、いわゆる俺に危害を加えようとしたりしたらボタンを押すと、そしたらもうすぐにあれなんで刑が発動すると。そしたら、それももうあれなんだよね、女の子が俺に攻撃してくると分かった瞬間にやんなきゃいけないらしくて、10ターン10個エンディングがあるらしいから、ちょっとやっていこう。10個回収していこうかな。よし、でデイ1と監視長、今日から5日間、こいつの監視を頼む。はいはいはい、監視長ね、竜族だ。あのまがまがしい角、悪魔の末裔に違いない。とある村を火の海にしたそうだ。5日後に火炙りで処刑する予定だが、怪しい動きをしたり危害を加えてき加えをあおうダメだ危害を加えてきてそうだと感じたら、部屋に置いてあるボタンをすぐに押せ。いいな。あー、これ結構迷うそうだな。これさ、女の子に感情移入しちゃって押せない とかもありそうだな。結構角が生えてる竜族か、初めて見たな。幼すぎて死刑囚には見えないが確かに見えないな。この可愛いな女の子、角も生えてね、金髪で目も赤くて、あ、これだね、ボケボタンって。ガチャを押してみるこれどうなんだろう。押したら、あなたも私を恐れるんですね。私が悪魔の末裔だから、それとも竜族に恨みが、それともただ押してみたかっただけ。いや、ごめん、ただ押してみたかっただけです。これこの通りですね。ごめんな。まあ今は全く感情移入してないから、まあ大丈夫だな。そのまま彼女は倒れ、しばらくしてから動かなくなった。これあれだから、押したら何、毒ガスとかが出てんのかな。あの時彼女が最後に見せた表情が未だに脳裏をよぎっている。エンド6。おお、これでエンド6なんだ。早計早すぎだね、確かに。もう何もやってないのに、何もしてないのに殺しちゃったからな。ごめんな、マジで。じゃあもう一回やっていこう。あ、さすがにもうしないわ。さすがにもうちょっとなんか会えそうな時だけにするわ。まあここは飛ばそう。はい、戻ってきたね。ここはいいか。はいはい。あ、ここからだね。あなたは？ここの監視だ。今日から君の監視をすることになった。よろしく。おー、無言。ミラ、もうミラって名前だ。ミラって名前だったよね。単刀直入に聞くけど、村を燃やしたというのは本当なのか。いやー、でも、いや、竜族なのか。口から炎出せんのか、もしかしてクッパみたいに。黙ったままだと死刑のままだぞ。確かに変わんないよね、言ってくんないとね。私は悪魔の末裔なんです。村を燃やしたのもこうなるのも当然なんです。あ、でも認めてるんだ。悪魔の末裔ってどういうことだよ。他の監視も言っていたが、この角には魔力があって、そのせいでみんな不幸になります。魔力のせいなのか、それは。魔力は関係ないんじゃないか、でも。だから生きてちゃいけないんです。いや、そんなことはないぞ、別に。生きてちゃいけないことはないよ、別に。そのボタン、押したら私は死ぬって聞きました。押したらどうですか、私は。生きてちゃいけないんです。うわ、目が、目、怖くなった気分。え、押す？押そう。あれ、これもしかして変わんないかも。あなたは私もするんですね。私は悪魔の末裔だから。あれ、ここ同じかもしかして。お、そのまま彼女は倒れ。お、お、あれ、あれここではダメだった。さすが、あ、早すぎた。これも早すぎたか。ちょっと待ってよ。これ、エンド6を見すぎたの、ちょっともう一回行くか。まあ、ここからだね。暗いな。お、急に選択肢が出てきた。まあ、押したらどうですかみたいな言われたから、お前はそれでいいのかよにするか、とりあえず。お前はそれでいいのかよ。私と関わったら良くないことが起きます。放っておいてください。まあ、とりあえず、ちょっと、あれだね。優しめに行こう。優しめって言い方ってのがよくわかったけど、そうは見えない。そうは見えないな。でも現実はそうじゃないから、あなたもきっと不幸になる。
おお、デイツ、いや早いな結構。ここでの暮らしはどうだ？思ったよりかは悪くないですね。狭いけど自由ですし、食事も出ますし。お、パン、まだいるか？お、めっちゃ優しいな。パン、まだいるか？え、ありがとうございます。でもなんで？いやでもこうやってだんだんなんかさ、食べ物とか恵んでさ、やっぱ感情移入しちゃうとさ、これは押せなくなり、なりず、おぶね、押しそうだった今。押しづらくなっちゃうよこれ。あんま食べてないだろ、お前くらいの年なら育ち盛りだろうし、いろいろ食っとかないときついだろうよ。確かに。何歳ぐらいなんだろうな、中学生ぐらいなのか。え、でもてか耳もこういう感じなのね。めっちゃエルフっぽいね耳が。いいね。なんか服とかも結構汚れてるけど、あと首がついてるな。なんかこれは何なんだろうな、こういうあれなのか、あれだったの、アクセサリーみたいなやつなのかこれは。まあそうですけど、私死刑囚ですよ。他の監視が来る前に早く食いな。水いるか？いやそうだね、パンサー、パン、あ、パンサーってあれだよ、パンね、パンのことで、パンサー、あれじゃない、なんかめっちゃ水分持って帰らない、口の。パンめっちゃ好きなんだけどさ、唯一のデメリットさ、口の中の水分全部持って帰ることなんだよね。食パンとかマジでうまいんだけどな。見ず知らずの私にこんな優しく、ありがとうございます。お、デイスルー。え、結構サクサク進んでるね。お、同僚だ。よう、お疲れ。ずいぶんいろいろと喋ってるようだが、竜族って不幸をもたらすって噂だろ。さっさと殺しちまうのも手だぜ。囚人と仲良くしすぎると、お前も牢屋行きだからな。ああ、ほどほどにしよくよ。お、また来たぞ。眠れたか？はい、意外と寝心地は良かったです。ほんとかな？ここだよね、多分寝てんの。こんな硬そうな石ねよ、石の上で。絶対寝れねえよ、俺。そうか、それは何よりだよ。竜族って生活してて結構大変なんじゃないか？まあそうですね。生活は大変ですし、角が高値で売れるらしく、何度も命を狙われました。あれだよね、サバンナのサイみたいな感じじゃない？これ。サイもさ、なんかいっぱい狩られてるらしいよね、角とかで。かわいそうだよ、ほんとに。それって放火の事件と何か関係してたりする？あ、確かに、なんで放火したんだろうな、確かに。でもあれなのかな、別になんか理由があったんじゃないかなと思っちゃうんだけど。まあ理由があっても燃やすのは良くないけどな。やばなことを聞いてね、すまない。ところで、え、急の星を突き込む。しかもこれだけなんだ。格子から夜空が見えるんだが、どうだ、星は好きか？好きですよ。竜族は星を見るという文化があるらしいです。うわ、でも俺星とか見る機会ないな、あんまり。もうあれだよね、もうあんま見えないしね、都会とかだとさ。もうあれ、住宅街の家とかさ、家の電気とかでさ、夜空が見づらいよな、マジで。素敵だね。俺も一人暮らしで寂しいから、よく自分の部屋から見てるよ。いいよな、星は。たくさんの星がきらめいて、一人じゃないって励まされてるみたいでさ。いやでも星ロマンチックでいいよな。俺全く詳しくないんだけどさ、夏の大三角とかぐらいしか知らないんだけどさ。まあ見るだけならまあ知らなくても楽しめるからな。プラネタリウムとかね。考えたこともなかったです。一人じゃないか。今日の星空を見るに流星群が来ます。ここ数日のうちに。そんなこともわかるんだね、星に詳しいと。流星群いいね。流星群楽しみだな。そうですね、死ぬ前に見られるといいな。おお、これ余計だよこれは。いやでもこれ殺す、あ、ボタン押さないっていう選択肢もあんのかな。あのデイ5まで行って、こいつが願望を口にするの初めてだろ。確かに。うお、早いの、もうデイ5か。おはよう、もう4日目か。普通はこの時期になると監視の鬼にも事件の詳細が伝わってくるはずなんだけど、そういうのが一切回ってこないんだよな。あ、そうなんだ。そうなんですね、監獄で働くのも大変ですね。やっぱりなんかあるんじゃないこれ。まあな、もう処刑まですぐなのに変な話だよな。まあそれで聞きたいんだが。うわ、まあでもこれ、この3つどれ選んでもそんな変わらなさそうな気もするけど、まあとりあえずこれにするか。本当に崩壊をやったのか。
どうなんだろう。俺最初認めてたのに急に、私は本当は放火なんてしてないんです。私の都合のせいでみんなが不幸になるから。いやさすがに、いやさすがに確かに俺もしてないなと思ってたけど、うわ泣いちゃった。私なんて死んだ方がみんな幸せになるんです。いやこれは演技な、演技で同情誘ってるのか分かんないけど、まあ多分本当なんじゃないかなって思ってる俺は。そういうことなのか、話してくれてありがとう。村に竜族はほとんどいないんだろう。はい、村の端っこで一人で暮らしていました。一人で暮らしてたの？親とかいないのかな、お母さんとか。俺が竜族の住む村を探す。そこに住むといい。だから生きろ。いいな。おお、生きろっつってるよ。これは幼いパターンなんじゃないか、このエンドは。グス、ありがとうございます。私本当はマリーって言います。あ、マリーなんだ。あれなんか偽名なんだっけ、忘れちゃったわ。まあ本当マリーなんだね。確かにマリー、いやマリーっぽくはないかもしんないけど、マリーゴールとか、あそういうことか。あ、ハイビオンじゃねえか、名付けられたんですけど、確かにマリーゴールドの髪の色に似てるかわからないけど、死者の花って言われてて。そうなんだ、初めて知ったな、それは。マリーゴールドってそういうことなんだ。縁起のいい花じゃないから。縁起のいい花じゃないんだ。そうなんだ、俺めっちゃいい花だと思ってた。そうか、マリー、生きてここから出てこれからの人生を楽しむんだ。おお、ついに来たデイ5。マリーを無実とする証明、マリーを無実と証明する資料が完成した。あとはこれを提出すればお前はここから出られる。おお、できたんだ、そんなすぐに。すごいな、優秀だな、この監修。そしたら、あの、お兄さん、うわ、めっちゃ笑顔だ。いいね。これが、まあ、笑顔が一番いいよ、マジで。もう、ここを出ることができたら、手紙のやり取りをさせてもらえませんか？うお、うお、これさ、一つ言っていいかな。これ絶対最初に持ってくるべきじゃなかったな、これ。絶対間違ってるよな、これ。一番最後だよな、まあいっかも。いいよ、ここを出たらね。マリーと再会の約束をした後、俺は所長室へ駆け込み、マリーを釈放させることができた。監視が必要以上に顔を出したということで重い処分を受けるはずだったが、彼女が冤罪だったということで謹慎処分で許してもらった。ああ主人公が肩入れしすぎたのか。あれからたまにマリーとの手紙のやり取りをするが、どうやら彼女は竜族の裏で受け入れられてうまくやってるそうだ。今日は彼女が言っていた竜星群が降るらしい。彼女もきっと同じ星空で見ているのだろう。エンド2だ。エンド2、同じ星を見ている。へえ、これ2なんだ。オッケー、じゃあこれで2つか。じゃあまた、いいね。でもよかったね、このエンド俺めっちゃ好きだな。ハッピーエンドだからね。でも、こっからしばらく、なんか結構バッドエンドの数も多そうだから、ちょっと辛くなってきそうだな。もうすでにマリーのこと俺好きだもん。もうやっていこう。あ、来たね、戻ってきたわ。とりあえずさっきこれにやったから、ちょっと冷たくしてみる？今回は。そうかにしてみるか。そうか。そうです。あなたもきっと不幸になります。あ、デイ2だね。こっからちょっとセリフも変わっていくのか？ここでの暮らしはどうだ？思ったよりかは悪くないですね。あ、同じか、ここ。同じっぽいな。あー、で次はこっちかな。さっきパンまだいるかにしたか。死刑囚の食事は豪華なんだりするか。死刑囚の食事は他の囚人より豪華なの。なんか理由があるのかな。そうなんですね。充実した食生活が送られていたわけではないので、食事が出るだけで嬉しいです。ありがたいですね。やっぱあれなのかな、もうなんかもう運命が決まってるわけだから豪華に仕上げてるのかな。重罪ですし、もっとひどいことされると思ってました。まあ出資に来てるからわざわざ吐かせることもないからね。罪を償ってんだから、ある意味こちらもありがたいよ。そんなものなんですね。だからまあ残りの余生を大事にしなよ。余生、まあそうですね。おお、もうデイ3早いな、進むのが。いやでもこのサクサク感がいいな、結構。あ、もうここら辺は一緒かな。さあ、おう。おーっと。ダメだ、これは。
囚人と仲良くしすぎるのもお前も牢屋聞いたからな。あ、そうなんだ、そうなっちゃうんだやっぱり。ああほどほどにしておくよ。また来たぞ。眠れたか。はい、意外と寝心地は良かったです。そうか、それは何よりだよ。竜族って生活してて結構大変なんじゃないか。まあそうですね、生活は大変ですし、角が高値で売れるらしく何度も命を狙われました。それって放火の事件とか何か関係してたりする？やばなことを聞いたね、すまない。ところで俺、待って、なんか増えてるな。さっきこれだけだったよな、星は好きかだけだったよな。暇じゃないかが増えてんな。暇じゃないか。まあそうですね、床を眺めるくらいしかすることはないですね。そうだろう、まあ確かに何もないしな。こう楽しいのか。絶対楽しくないだろう。まあ暇つぶしにはなるかって感じですね。嘘だ。本当に痩せ我慢しない、それ。そうなのか、まあいいや。思ったよりもこの暮らしに耐えては、あ、こら、うん、こらえてかな、こらえてはなさそうだ。 Day 4、 いいね。おはよう。もう4日目か。普通はこの時期になると監視の俺にも事件の詳細が伝わってくるはずなんだけど、そういうのが一切回ってこないんだよな。そうなんですね、監獄で働くのも大変ですね。まあな、もう処刑まですぐなのに変な話だよな。まあそれで聞きたいんだが、おっと来たね。あれ、なんかさっきここにもう一個あった気がするけど、それは関係ないのか。まあいいか、でもさっきと違うやつにするか。どうして放火をしたんだ。事件のこととなると黙り込んじゃうな。でもなんか押す機会があんまりないな、これ。おっと、目がどうだ。ここで押してもいいのかもしれないけど、まあ進めてるか。私は悪魔の末裔です。人間を殺すために村に火をつけました。それだけです。あなたも燃やして灰にしてあげますよ。やだやだ。怖いな、それは。でも絶対この窓ガラス、絶対あれじゃん、燃や、これも燃やして貫通してくるじゃん俺に。すごい企画だ、今にも殺されてしまいそうだ。そうか、まあそれはそこから出られたら言うんだな。お前は明日の夜には火炙りになって処刑される。あ、火炙りか、怖いな。絶対熱いだろ。しかもでも耐性ないのかな。 火の耐性とかありそうだけどね。それまで反省しておくんだな。うわ、デイ5だ。これから私は処刑されるんですね。ああ、最後に何か言い残すことはないか。そうですね、ここも火の海にできればよかったのに。怖いな、もう。ミラ、あ、ミラか、マリーじゃないんだね、今は。怖えな、言葉が。そう言ってミラは処刑された。うつろな彼女の目には何が映っていたのだろうか。うわー、エンド5、断罪。これこういう終わり方もあるのね。なるほどね、これで3つか。じゃあ、いやでもこれ結構あれだな、選択肢でどっか押すとかあるのかな、結構。はい、みんな、デイ5来たね。で、デイ5あれだね、エンド2の直前だね。あったね、これ。で、やってみたいことがあって、今、デイ5でこのボタンを押すってことなんだけどさ、ちょっと本当に申し訳ないけど、やらしてほしいんだよね。いや、本当に申し訳ない、マジで。でも、多分、エンド開始あんじゃないかな、ちょっと思って、ちょっと押してみていいかな。え、どういうことなんですか。いやいや、めっちゃ混乱してる。いや、めっちゃ今まで良好な関係できたのに、デイ5になって急に押してからね。無罪を証明してくれたのはあなたですね。そう、しかも無罪を証明した後にこれ押したから、ね、相当主人公いかれちゃってるよ。初めから助ける気なんてなかったんですか。ああ、ごめん、本当にごめん、目泣いちゃった、ごめん、本当に申し訳ない、最低。ああ、いいですよ、これは来るね、この言葉来るね。あなたもきっと罪に問われる。あの世で会いましょう。うわ、怖い目が。ああ、ごめん。よかったのかよ、あれで。自分で無罪を証明した囚人を自ら殺すなんてな。まあ、確かにこれ、相当サイコパスだな、俺。別に俺はお前がどうなろうと知ったこっちゃねえが、竜族の呪いには気をつけろ、ってのを忠告しておくよ。こうして俺は指名手配となり、国から追われる身となった。だが、あらかじめ計画していたのもあり、他国へ移り安泰に暮らしている。そんな時だった。心臓に焼けるような感覚が襲いかかってきた。うわ、マリーの呪い、竜族の呪いじゃん。
そう思うのもつかの間、目の前が真っ暗になった。エンド10。あれエンド10だった。これあれなんじゃない、 もしかして隠し要素だった。これ絶対間違ってるな。絶対間違ってるって。俺怨念早かったな。もうちょっと後でやる時だった。はい、みんなデイ4来たね。これあれだね、これもうエンド2の分岐だとかだね確か。あ、これは、確かねさ、3つ選択肢あって、そう、これ魔の罪をかぶっただろっていうのをやってみたかったんだよね。で、これをじゃあこれにしめよう。お前と過ごしていて一つ思ったことがある。生きてちゃいけないってお前が言ってたことや、悪魔の末裔と言われているということから推測するが、お前は疫病神扱いされて村で孤立している。おお、そういうのもあるのかな。そこで偶然火事が起きて罪をなすりつけられて、なすりかな、なすりだったかな、絶望してそれを受け入れた。そうだろう。お、結構あっさり認めたな。そうです、私は幼い頃村のとある人に拾われました。拾ってくれた人は私が物心つく前に亡くなって、ああ、じゃあもう本当にもう育ての親も結構ちっちゃい頃にもういなくなってたのか。一人で生きてたんです。角を狙って村の外から襲ってくる人もいて、村は何度も被害を受けて、私のせいでみんなが不幸になるんです。だから村の隅で過ごしていました。いや、でもそれはこの子は関係ないんじゃない。マリオ関係ないよね。これマリオのせいじゃないよ絶対。火事が起こった理由は偶然だと思いますが、みんな私のせいだと思って、それでも私がいなくなった方がみんな幸せだから。よし、わかった、俺が調査してお前の潔白を証明してやる。そして竜族の住む村をどうにかして探してやる。ここを出たらお前はそこに住むんだ。いいな、ありがとうございます。あ、でもこれもハッピーエンドっぽそうだね。マリー、それが私の本当の名前です。え、あ、でもこれ一緒か。あ、一緒だな。可憐な愛情なんて花言葉は、お前は決して不幸じゃない。死にたいなんて言うな。お前は生きてここから出るんだ。はい、いいね。これもいい終わり方しそうだよこれ。マリーを無実と証明する資料が完成した。あとはこれを提出すれば彼女はここから出られる。あ、これ一緒かな多分。あの、お兄さん、ここ出ることができたら一緒に星空を見て美味しいものを食べて、それから一緒に暮らしてしてもいいですか。そういう、あ、マジめっちゃ主人公いいな、羨ましいなそれは。こんな可愛い子とね一緒に暮らせるなんていいな。うお、もちろんだ、もちろんだよ、だから信じて待ってくれ。うわ、これもハッピーエンドだね。これもマリと再会の約束をした後、徹夜で仕上げの資料を持って所長室へ駆け込んだ。村の人から集めた証言をもとに再度調査してもらった結果、マリーは無罪ということになり釈放された。俺は罪人といろいろしゃべりすぎていたというのもあって、本来なら滞在だったがクビということでどうにか許してもらった。いや、クビになるのかそれでも。仕事は明日から探そう。今はただマリーが隣にいてくれるだけで十分だ。うお、おお、綺麗な星空ですね。急なボイス急なボイス来たぞ。そうだな、すごく綺麗。うわ、でも確かに合ってるな声も。え、声も可愛いじゃないか。とても幸せです。いいね、これからどれだけの時間を過ごそうとこの夜のことは一生忘れないだろう。一緒に星空を見てマリーゴールドも持ってるしね。いいね、服もなんかちょっと綺麗になって、でも服は変わってないな、汚れが取れただけか。エンド1、いつかの夜。うわ、エンド1いいな、マジで一番いいだろこのエンド。いやー、これ一番好きかもしれない今までの中で、ね、いや、こういう終わり方してほしいね。いや、よかったこれは。はい、皆さん来たね。ここでちょっとどうして放火鬼にしてみるか。確かこれと本当に放火をやったのかと、わざと罪をかぶっただろうはやったから、どうしてこれどうして放火鬼にするわ。どうして放火をしたんだ。事件のこととなると黙り込んじゃうな。私は悪魔の末裔です。あれ、これ見たか、もしかして。人間を殺すために村に火をつけました。それだけです。あなたも燃やして灰にしてあげますよ。すごい企画だ。
今にも殺されてしまいそうだ。そうか、まあそれは そこから出られたらいいんだな。お前は明日の夜には火炙りになって処刑される。それまで反省しておくんだな。あれ、これ変わんないかな。今日私は処刑されるんですね。まあ悪魔の末裔にふさわしい最後です。そう言って彼女は処刑された。その日のことはあまり覚えていない。そういえば他にも何か言っていた気がするが覚えていない。あ、ちょっと変わってるかこれ。ダメだ、何も思い出せない。考えるだけ無駄だ。思い出すのは諦めよう。ただその夜はやけに星空が綺麗だったことだけ覚えている。あ、これじゃん。この日が流星群の日なんじゃない多分。うお、エンド4だこれ。エンド4、記憶の奥底に眠る星。あー、なるほどね。結構回収きたけどまだあるな多分。え、これ変わってるな。皆さん今デイ5なんだけど変わってるねこれ。あれ、なんかさ、今まで1から3日目かな、1から3日目で4つぐらい選択肢があって、で、あのプラスのセリフとマイナスのセリフがあって、まあ1回だけプラスにして、で本当に放火したのかなっけにしてきたね今。でその続きはね、そうですね、竜族の村で友達を作りたいと思います。今までお世話になりました。またどこかで。ああ、二度とこんなとこに来るなよ。お、変わってるっぽいの。でもマリンの冤罪を晴らすことができて俺は満足だ。彼女も竜族の村でうまくやっていきそうで何よりだ。よし、明日も仕事頑張るか。エンドさん、日常。うわー、これでもなんかちょっと虚しいな。あの子と何の関係、なんていうの、ノーマルエンドだなこれ。普通のエンドだな。ハッピーでもバットでもねえな。はい、デイ2来たね。で、デイ1では1回押したから、デイ2で押して、デイ3で押して、デイ4で押すっていうのをちょっと1回やってみようかなと思います。で、まあちょっと押してみるか。もう早速、え、私何かしましたか。あ、ちょっとセリフ変わってる気がすんな。そんなに押したかったら初日にでも押せばよかったじゃないですか。どうして、本当にわからない。お、変わってるね。確かに竜族や彼女自身に対して強い憎悪があったわけではない。今思えばなぜ押してしまったのか、確かに意味わかんないよな。2日目って一番意味わかんなくない。なぜ話を聞いてあげられなかったのかという後悔だけが残っている。え、あ、エンド7だこれ。やっぱあるんだこういうの。やっぱ、じゃああるかな。じゃあ3日目と4日目もあるかもな、後悔。2日目で後悔なのか。はい、デイ3来たね。じゃあここで押すか。あー、これちょっと待って、これ一回飛ばそう。ここはまあまあ一緒だからね。よし、で、ここで押します。うお、あれ、あー、そういうこと。同僚の話を聞いて押したっていう展開なのか。同僚の話を聞いて俺は保身に走ることしか考えられなかった。妻や子供がいるわけではない。だが罪に問われたくないという気持ちで頭がいっぱいだった。ボタンを押してしまった時の彼女の話を、声を、顔を一切漏れ出せない。確かに押した後彼女のあのマリーのセリフなかったもんな。エンド8、独占。初めて聞いたな、独占って言葉なんだ。やっぱあるね。じゃあ4日目エンド9だな。はい、皆さんデイ4来たね。ちょっと2回目なんだけどさ、あれなんだよ、今ここでさっき押したんだよ、この時点でボタンを押したら3日目押した時と同じになっちゃったから、多分この選択肢を選んだ後に押せばいいんじゃないかと思う、押せばいいんじゃないかなって思うんだよね。だからちょっとどれが正解か分かんないけど、ちょっとこれにしてみるか。これでちょっとやってみよう。これを押した後にこれ。どうして、なんで押したんですか、なんで押したんですか。今私が本当はやっていないんじゃないかって。お、変わってる、やっぱこれだ、思ったばかりでしたよね。そんなあなたなら信じても大丈夫かもって思っていたのに、あなたは他の人間よりも嫌いです。やばいって、それは他の人間より嫌いだって。多分じゃああの村の人より嫌いってことでしょ。やだなちょっと。うわー、さようなら。エンド級確信。さあ皆さん、多分だけどこれで全回収したはずだね。
いやー面白かった本当に。いやでも本当にバッドエンドとハッピーエンドのちょっとねもう差がすごかったね。いやでも俺ちょっと思ったのは絶対順番違うね、これ絶対順番違うわ、うん、俺下手くそだねこれ。絶対バッドエンドからやるべきだった。これはもう終わり方辛いもん今。ちょっともうこれ動画一回終わる、これ終わるけどさ、もう終わった後にもう一回トゥルーエンド見てこようかな一人で。さあ皆さんということで、5日の夜めちゃめちゃ面白かったです。皆さんもねこれやってみてほしいわ。じゃあ本当にしゃ、あれでね、ゲームの制作者さんも本当にありがとうございます。じゃあ今日はねこれで動画を終わっていこうと思います。ではじゃあね。綺麗な星空ですね。いやこれが一番いいわ、これが一番いいな、やっぱり。流星がすごく綺麗、私とっても幸せです。いや幸せだろうね、もういい笑顔だもんマジで。この後結婚したりするのかな。いやこれ本当に一番神だな、このエンドが。いや絶対これ一番最後にやるべきだったな本当に。これ本当に順番が良くないね、これ本当に。